刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間皆様最後までぜひお付き合いください。この番組は、みんなとつながる広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしてまいります。はい、今日は5月21日の日曜日のつながるラジオです。どうぞよろしくお願いします。ですね、メッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、797@fmginowan.com、こちらにお送りいただけますとメッセージ受付しておりますので、ぜひお気軽にメッセージいただければなというふうに思っています。ですね、早速なんですけど、この番組始まって4月から始まったんですが、初めてメッセージをいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。ラジオネーム勘違い平行棒さんからありがとうございます。こんにちは。こんにちは。初めましてよろしくお願いします。この番組は生、私は沖縄県の北谷から拝聴。ここで DJ の方は車は好きですか？私は40、50年前の車のデザインが好きですということでメッセージをいただきました。ありがとうございます。この番組はですね、実は収録になってます。はい、なので生ではないんですけどね、収録でお届けしてまして、青森県の弘前というところに私は住んでます。そこから、お届けをしております。北谷にお住まいなんですね。私ちょっと北谷の方には行ったことが実はまだなくてですね、ただ実は前のお仕事で、YouTube の制作とかをやってたんですけど、その時に、プロ野球を応援するチャンネルを実はやってまして、なのでね、北谷というと中日ドラゴンズさんとかね、キャンプ地になってると思うんですが、まさに、そういったところだとかなり興味がある。私自身もですね、野球少しかじってますので、ちなみに私カープファンなんですけどいつか行ってみたいなと思ってるチャタンです。はい、で車なんですけどね、私は今乗ってる車は実はもう15、6年同じ車を乗ってます。はい、ちょっとそこまで興味ないんですけど、さすがに40年50年だとクラシックカーのレベルになってくるんでね、私の17年の車はまだクラシックにはなってないんですけど車ってやっぱ奥深い世界だと思うんですよね。はい、まだまだちょっと興味はありつつもちょっと勉強不足なところがあります。はい、でも本当にまたね、ぜひメッセージをお寄せいただければなと思います。とても嬉しかったです。ありがとうございます。はい、この番組はですね、 YouTube でもお送りしております。 YouTube、FM ギノワンの YouTube チャンネルからもご覧いただくことができます。あとは、マイチューナーラジオ、リスラジ、こういったアプリからですね、リアルタイムでお届けもしておりますので、よろしければ、全国どこでもお楽しみいただけますので、ダウンロードの方お待ちしております。それでは今日も始めてまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券のホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。はい、改めまして、つながるラジオパーソナリティ、お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、今日もう5月下旬に差し掛かっておりますけれども、先週ですね、リンゴの花が満開だよということで、そんな模様をですね、 YouTube の動画も使ってお届けをしました。リンゴの花、皆さん見たことありますかあんまりね、リンゴの木が近くに庭に奪わってないと見ることないと思うんですけど
そんな家庭ね、沖縄にはなかなかないと思いますし、全国でもなかなかないと思いますから、リンゴの花ですね、満開だったんですよ。ちょっとその模様を先週のつながるラジオで、お届けしておりますので、YouTube からぜひご覧ください。とっても綺麗なんですよ、リンゴの花。うん、あの桜にちょっと似たですね、お花なんですけど、本当短い、まあちょっともう私が今収録しているときはほぼまあほぼ、まあ、もう全部散ってますね。今ちらっと見たんですけど、全部散ってました今窓から見たら。ぜひご覧ください、前回の YouTube ね。はい、ということで今日のお話なんですけど、私がですね、まあ、以前ユニクロに勤めておりまして、長いことユニクロ人生を歩んできたんですけれども、だいたい15年ぐらいなのかな、やってきたんですよ。で、そのユニクロのについてのちょっとお話をですね、今日はしていこうかなって、そんな風に考えてます。皆さんもユニクロ行ったことありますかね。今私が着ているものもユニクロです、実は。はい、沖縄県の方びっくりするかもしれませんが、5月でも私はフリース着てまして、家の中だとフリース着てます、で中はヒートテック着てますっていうぐらいな感じなんですけど、さすがにね、日中車の中とかだと、今のフリースとか着てたら汗かいちゃうんですけど、ちょっと半袖にしてもいいかな、どうしようかなっていうのが人によって分かれるぐらいな気候なんです、今の青森県って。最高気温が25度ぐらいまで行くとね、半袖って感じなんですけど、朝晩がやっぱ寒かったりするんでね、ちょっと微妙な時なんですけどね。今日はそんな洋服屋さんユニクロの話をちょっとしていきたいと思ってます。まあ今日もユニクロの話ね、これからちょっとずつしていこうかなと思ってるんですけど、まあ続けざまじゃないけどですね、今日はユニクロの売り場作りについてちょっとお話ししようかなと思ってます。毎週金曜日にですね、ユニクロってチラシ、新聞折り込みチラシだったり、あとはユニクロのアプリだったり、あとはホームページだったり、そういったものでですね、チラシを皆様にお届けをしているんですよ。まあ、そのチラシっていうのはユニクロの中では非常に大事なツールになっておりましてですね、お客様にこう来てもらうために、毎週毎週すごくこう練りに練って考えて出しているものなんですね。で、まあ、ユニクロの社内の中だと、チラシというのはお客様へのラブレターなんだよと、そんな風にも言われてるような、そんなツールになってます。はい、なので私も金曜日になるとですね、私は折り込みチラシ、新聞の折り込みチラシでチラシをよく見ているんですけど、あとアプリでも見たりもしますね。チラシをよく見てます。で、じゃあ働いてる人たち、ユニクロの人たちはそのチラシを見てどんなことやっているのかという売り場作りの話をしていきたいと思います。で、毎週金曜日にだいたい出ているんですけど、まず売り場作りに関して言うとですね、そのチラシに沿った売り場作りっていうことをすごく心がけてるんですよ。なので、例えば今日が金曜日でチラシの折り込み日でオープン時間が午前10時だとして、お客様として皆さんがお店に行かれたっていうことを、まあ、考えた時にですね、欲しいものがすぐに見つかる売り場にするというのがユニクロの中で一番大事にしていることなんですよね。なので、そういった意味だと金曜日で午前10時でオープンしてすぐだと、当然やっぱチラシを見てお客様来てらっしゃるので、あ、この商品が今週安いんだとか、あ、こういう商品もあるのね、ちょっと見てみようかしらっていうふうな、いろんな思いを持ってですね、まあ、チラシが元にやっぱご来店されるお客様が非常に多いので、そのお客様がすぐに見つけられるような売り場作りをしているんですよ。ということはですよ、まあ、何が言えるかというと、チラシに沿って、まあ、売り場を変えていくわけなので、チラシって毎週出るんです。毎週毎週チラシって出させていただいて、
出させていただいてる、なんかおかしいですね、辞めた人間なんだけど出してるんですけど、そうすると毎週売り場を変えていくっていうことが必要になるんですよね。毎週だから売り場をですね、どういう売り場にしていかなきゃいけないのかっていうことを考えて売り場作りを実はしております。もしかしたらですね、まあ、僕自身も辞めてから経験がやっぱあるんですけど、毎週売り場変わるんで、ユニクロってあれって先週とか前までここにあった商品今日来たら違うところにあるっていうか、ないんだけどっていう、そういう経験ないですか？私も あるんですよ。でそれなんでなのってお客様に聞かれたことも実はあって、いや先週ここにあった商品なんで今週違うところに行っちゃったのみたいなこと言われることはやっぱ店員側としては全然あったんですよ。普通にあったんですよ。でその理由っていうのが今お話したことが理由なんです。チラシに向けて一番お客様がチラシを見て分かりやすい売り場に変えていくっていうことを大事にしているので、毎週売り場変えているっていうことなんで、うん、でじゃあな、売り場そういうふうにね、こう再、しょっちゅう変えていくことにどんなメリットがあるのかっていうと、まあこれはやっぱり商売としてね、やっぱユニクロもやってますので、売り上げを最大化すると、売り上げをまあマックス値に持っていくために、まあそういったことをやってますよということなんですよね。うん、で毎週その売り場を変えていくっていうことには、まあそういったチラシに沿った売り場作りのっていうふうな要素はもちろん含まれているんですけど、まあ一番大きいんです、要因としては。なんですけどね、まあ他にも実はいろんな要因があって、うん、で、その要因っていうのはですね、あと新商品ですね、新商品。うん、で、実は毎週新しい商品入荷してるんですよ。気づいてる方は気づいてるんですけど、気づかない方は全くわからないっていうですね、いっぱい商品あるんでね、大丈夫です。さすがに店長を僕やってたんで、ま、私は分かりましたけど、アルバイトさんとかね、週に1回しかなかなかお店来れないよっていうアルバイトさんも店員さんの中にいらっしゃるんで、そういう方は毎週新商品っていうと、今週がどれが新商品かわかんないみたいなのは普通にあるので、お客様でも気づかなくて当然だと思います。はい、なんですけど毎週新商品入ってきてます。でその新商品もやっぱりニュース性のある商品なんですよね。ユニクロにとってするお店からするとですね、ニュース性のある商品だって、こう毎週、まあ、今だとエアリズムとかね、そういった商品がまあ売れ筋に入ってくる時期なんですけど、毎週エアリズム押し出していくだけだと一回買っちゃったらもう行く、お店に行く理由ってなくなっちゃいますよね。うん、でそういうことがないように毎週新商品をお店に、まあ、入れて、で目立つところに展開をして、お店に来てもらうきっかけ作りにしていると、うん、そういうことも実はやっております。だからコアなお客様というかですね、リピーターのお客様はそういった新商品をチェックしているお客様もやっぱりいらっしゃってですね、ユニクロのアプリでも今週の新商品みたいなこう項目があるんですよ。でそれで検索するとこんな商品が出てるよっていうのが分かったりもする、絞り込みができたりもするので、ぜひですねアプリ、使っていただければなというふうに思うんですけど、なんかめちゃくちゃユニクロの宣伝してますねまあいいか、ユニクロに育ててもらった人間なので、はい、あと皆さんの役に少しでも立てたと思いますんでユニクロから1円もお金もらってませんからね、はい、今はですね、はい、ユニクロのアプリ結構使えますよ、うん、で、まあ、売り場作りに関してはだからそういうチラシに合わせてやっていくっていうのと、あと新商品、あとは3つ目もう1個の要素はですね、地域特性っていうのがやっぱありますよね。ユニクロ国内だと今800店舗ぐらいだと思うんですけどね、お店あるんですよ。で、じゃあ全てのお店に、全てのね、お店が同じものが売れているかっていうと、当然そういうわけじゃないわけですよね。北海道の店と沖縄の店が売れてるものって、イコールの時もあれば、イコールじゃない時やっぱあるんですよ。それは何に左右されるかっていうと、気温とか天候とかですね、いわば季節に左右されたりもするし、あと地域のなんですかね、お祭りだったりとか、
あとイベントとかそういったものにも左右されたりするわけなんです、うん、なのでそういったそういういろんなこうものをひっくるめて地域特性って呼んでますけど、あのお店によってはこれが実は去年の同じ週に売れてたんだよと、だからまあ普通のお店だったらこの商品で、あのお客様がすぐ分かる目立つ位置には持ってこないんだけど、あえて、まあ、持ってくるみたいなこともですね、お店独自で考えてやったりもするんですよ、うん、なのでそういった地域特性とか、まあ、天気、イベント、これそういったものによっても毎週売り場を変えていくということをしてます。はい、あとはですね、まだあるんですよたくさんありますね今僕もちょっと考えながら喋ってるんですけど、あ、意外といっぱいあるんだなと思って自分でもびっくりしながら喋ってます。あと、まあ、4つ目ですね。4つ目は売れない商品を、まあ、なんすかね、こう売れるようにするためっていうか、あの、まあ、ユニクロの言葉では売価変更って売値の変更ですね、売価変更っていう言葉をっていうんですけど、毎週毎週ですね、まあ、残念ながら、ちょっとシーズンが過ぎてしまった、旬のシーズンを過ぎてしまって売上の数がちょっとこう鈍ってしまったっていう商品だったり、あともうちょっとでね、あのユニクロってあの自分たちで商品作って自分たちで売りさばいてる会社なので、商品を残すっていう、残っちゃうっていうのが一番やっぱ嫌なんですよ。なので売りさばいてしまいたいっていうのがあって、で売りさばくたいんだけど、あの最後ってやっぱり S サイズと XL サイズが残っちゃったり、 S サイズだけ残っちゃったりっていう、こう端のサイズが残っちゃう傾向が実はあってですねその S サイズだけ残っててもなかなかお客様ね、当然自分に合ったサイズ選べないので、やっぱ売り上げに鈍っちゃうんですよね、うん、そういう商品とかは、まあ、サイズ偏りが起きちゃうっていうんですけど、サイズ偏りが起きちゃった商品とかは安くすると、うん、もう最終処分として安くして、で、売り場からこう なるべくこうなくなっていく、まあ、消化できるようにするっていうんですけどね、こう消化させていくようにしましょうねっていうことで、そういう売り値の変更をしてます、うん、で売り値の変更した商品っていうのはですね、あの、まあ、これユニクロの考え方と自由の売り場の考え方、少しちょっとそこでは若干変わるんですけど、まあ、ユニクロの場合はなるべくこうワゴン商品って言われるですね、こう、なんですかね、こう棚でこう畳んであったりとかハンガーにかかってるっていうよりは、袋に入れてるこうワゴンにある出てる商品があるんですけど、まあ、セール商品みたいな感じですね、そういうところに入れて、なるべくこう、棚の商品は、他のものにしていくっていう、ね、入れ替えていくみたいなことをやります、うん、なので売価が変わる、まあ、そういう最終処分価格になってきている商品をなるべくこう棚から、落としていって、その空いた棚に新商品を入れたりとか、売れてるものを拡大していってですね、こう、広げていったりとかですね、まあ、陳列枚数を増やすみたいなことに使ったりとかしてるわけですよね。そうすると売り上げってやっぱり伸びていく、まあ、売れるものをね、伸ばしていくことと、あとは売れないものをこうちょっとこうスペース縮小して、でも値段を安くするようにして、で、やっぱ売り場のスペース限られているので、その売り場のスペースをこううまく使っていくみたいなことをですね、毎週毎週実は考えてるんですよ、うん、結構いろいろ考えて作ってるんですよね。だから大変なんです作ってる方大変なんですよ毎週だから、あの次の週どういう売り場作りにしようかみたいなことをですね考えてるわけですよね。でこのつながるラジオがやってる日曜日5時半から6時っていうのは、まあ、月曜日からだいたい売り場の変更が始まって、金融その次の金曜日のですね、チラシに向かって売り場のこう変えていくっていう風な、そういう作業が始まっていくので、店舗で働いている皆さんはですね、その日曜日の商売、まあ、日曜日はね売り上げ高い日なのでね、やっぱ金土日ってチラシメインの日になりますから、そういうお客様の応対しつつ、裏側ではですね、明日からの月曜日から木曜までで、ね、次のチラシの金曜日のこと考えないといけないみたいな、
そんなこともですねやってるわけなんですね、はい、結構面白いというかそんな、ね、裏側を知るとですね、あ、そんなことやってんだっていう、ね、思ったりするかもしれません。結構そういう売り場作りのところはですねすごくこだわっていて、最近だと、あ、まあ、一番売れる位置ってじゃあどこかっていうとですね、入り口入ってすぐが一番売れるところなんです。これはどんな業種でもそうなんですけど、コンビニでもそうですし、あとはまあね、アパレル、そういうユニクロ含めたアパレルもそうだし、スーパーとかもそうですし、ドラッグストアとかもそうです。まあ、どんな業種でも入り口入ってすぐって絶対お客様が 100% 通る道ですからそこが一番売れる道な、一番売れるところなんですよね。で、じゃあその一番売れるところにどんな商品を展開するかっていうのが、まあ、そのお店の売り上げを実は左右してたりもするんですけど、関連商品を陳列するですね、そういったテクニックもよく使います。まあ、これどういうことかっていうと、まあ、ユニクロ的に言うと、まあ、トップスがその一番売りたい商品だとするとですね、そのトップスだけじゃなくて横にボトムスも一緒に置くとかで、多分見たことあると思うんですよ、そういう商品展開してる、ね、そういう場所って売り場って見たこと皆さんあると思うんですけど、トップスだけじゃなくてボトムスもあって、でなおかつ羽織れるものアウターがあったりとか、そういうものを展開してる、まあ、コーディネートできるような、まあ、売り場にしているっていうのもそうだし、あ、最近ユニクロがよくねやってるのはインナー商品ですね、今だとエアリズム、その入ったところ瞬間入ったところに例えばポロシャツがドーンと展開されたら、ポロシャツの中にエアリズムも着ませんかみたいな感じでちょっとエアリズムがちょこんと置かれてたりとか、そういうのを結構見たりすることあるんじゃないかなと思うんですよね。あとは、ソックスとかね、靴下ですね、そういうものが陳列されていることもあるし、関連商品を陳列する、まあ、いわゆるコーディネート、まあ靴下はコーディネートとはあんま言わない、インナーもコーディネートとは言わないかもしれないですけど、ポロシャツを買いに来たお客様に対しても、まあ、それとプラスアルファ、こういったものもありますよみたいなことをですね、さりげなくアピールすると、うん、いうような、そういう関連商品の陳列っていうのもよく行われますよね。これはまあどんな業種でも小売業界だからと、よく使われる手法になってますね。なのでユニクロ行ったらですね、そういうでっかいこう今だとテーブルって言われるね、そういうところに目の前に入り口のところにドーンとあると思うんで、そこに今いろんな商品を置いてると思います。ボトムスもあればトップスもあるし、そういった私が言ったインナーもあれば、たまにベルトがあったりもすると思います、うん、そういうどんなものが陳列されてるのかなみたいなことを見るのもちょっと面白かったりするんじゃないでしょうかね、はい、であとは最後のダメ押し、まあ、大概のお客様はですね、買い物が終わるとレジに向かっていくんですけど、これはスーパーさんもねよくあると思うんですけども、スーパーの方が分かりやすいかな、レジ前陳列っていうやつですね。なんか分かんないけどレジ並んでる時に最後にガム買っちゃったりとか、飴買っちゃったりとか、ゴミ袋買っちゃったりとか、そういうのありませんか僕めちゃくちゃありますレジ並んでる間にちょっと買っちゃう、ついで買いしちゃうっていうよく言うんですけどね、ちょっとしたものですよね。あとはお会計するところの小銭に乗っける台のところにチョコレート、ちっちゃいチロルチョコ置いてたりとかしませんかあれもついで買い狙われてますねなのでこう、あ、じゃあこれもってカゴに入れちゃう、それをですね狙っているわけなんですねそれがやっぱレジ前っていうのはですね、結構最終最後の商売のチャンスになってまして、レジ前のところに何を置くかっていうのは、おそらくスーパーとかドラッグストアさんはすっごくよく考えてるユニクロの話じゃないけど、でユニクロも結構やってるんですよ今、トートバッグとかね、なるべく安い商品、190円くらいで確か買えるんですけど、エコバッグって言われるようなやつですよね、そういうものを置いたりとか、小物系ですよね、そういうのをぶら下げてたりとかなんかしてます。これやっぱレジが混雑して並んでる間についついちょっと目にね行ったら買えるぐらいの、そこにね例えば3000、4000の商品並べるってもなかなかよし買おうってならないんで、
ついつい買っちゃうぐらいの価格帯まあやっぱ300円以内って感じですかね。うーん、まあ、できればワンコインぐらいのものがいいかなと思うんですけど、そういうものを陳列すると、うん、なので、そういうのもですね、結構こう数値データとしては見てたりしますねこれ多分他のスーパーさんもドラッグストアさんも同じじゃないかなと思いますけど、はい、ということでですね、なんかやっぱ小売業界ってね結構面白いんですよね、うん、まあ今日はですねそういったこうユニクロの、ちょっと売り場作りのちょっとお話を、展開してまいりました。はい、ということでもう本当にあっという間にエンディングのお時間になってまいりました今日はですね、まあ、ユニクロの売り場作りの話をしてきたんですけど、まあ、次ですねユニクロに行った時にちょっと私が話したことを少しでも思い出していただいてですね、売り場見ていただけたら、売り場作りを担当している人からすると結構嬉しい気持ちになると思いますんで伝えることできないかもしれませんけど、あ、こういうふうになんか売り場作ってんだなとかちょっと感じていただけたら嬉しいです。はい、毎週日曜日ですね5時半、国民的番組焦点の裏でやっておりますつながるラジオですけれども、よろしければですね、私毎日情報発信いろいろしておりまして、 Facebook とかノートでいろんなことをですね、今日みたいな話も実は発信をさせていただいたりしております。 YouTube ご覧いただいている皆様、私の横に QR コードがありますので、そこの QR コードを読み込んでいただけまして、ノートフォローいただいたりとか Facebook フォローいただいたりしていただければですね非常に嬉しいです。ぜひご覧ください。今で100日近くかな、はい、連続でちょっと情報発信させていただいておりますので、こちらの方もぜひご覧くださいということでですね、また来週お目にかかりたいと、このお時間にお会いしましょう、はい、YouTube の方はお目にかかりましょう。はい、それではさようなら、ありがとうございました。